第5装甲軍もしくは、西方装甲集団、エバーバッハ装甲集団は、第二次世界大戦中のドイツ陸軍の装甲部隊である。第5装甲軍は連合国軍の統治、作戦成功後の1942年12月8日、チュニジアを防衛することを目的に編成され、イタリア第一軍と共に、アフリカ軍集団を形成した。しかし、 北アフリカの戦いは1943年5月13日に終わりを告げ、第5装甲軍は司令官、ハンス・ユルゲン・フォン・アルニムと共に連合軍に降伏した。1944年1月24日、西方総軍司令部の予備装甲部隊として、西方装甲集団が編成され、司令官に、レオ・ガイアー・フォン・シュベッペンブルクが就任した。 連合軍によるフランスへの上陸作戦において、西方総軍総司令官ゲルトフォン・ルントシテットと B 軍集団司令官エルビン・ロンメルは、西方総攻集団の使用方法について論議していた。ルントシテットは、連合軍が内陸部まで侵入してから反撃するべきであり、総攻集団を戦線から離れた位置に配置すべきと主張した。しかし、 ロンメルは、連合軍の航空戦力、圧倒的な砲撃能力が、ドイツ軍の自由を奪ってしまうことになるとして、装甲集団を前線に配備するべきであると主張した。結局、ドイツ総統ヒトラーは、ルントシテット、ロンメルらに、装甲集団を任せず、中途半端な位置に配備した。そのため、6月6日、連合軍が、ノルマンディ上陸作戦を発動させ、 フランス上陸に成功したとき、正方装甲集団は動かないままであった。上陸作戦の2日後、司令官シュベッペンブルクは、連合軍の空襲で負傷。ハイン・リッヒ・エーバー・バッハが後を継ぎ、その間、エバー・バッハ装甲集団を形成した。装甲集団は、ノルマンディで戦闘を重ねたが、大きな損失を被り、敗下の手段の多くが、ファレーズポケットで包囲され、 方囲を突破した、ハイザンヘーラは、ドイツ国境へと退却した。8月、エバーバッフ派総攻集団で活動していた、西方総攻集団の残存戦力は、第五総攻軍として、再編成された。その後、ヨーゼフ・ニートリヒが短期間司令官を務めた後、ハッソ・フォン・マントイフェルが後を継いだ。第五総攻軍は、 ドイツ国境で激戦を重ねたが、連合軍の航空攻撃のために苦しんだ。11月、新設された第 6SS 装、SO、甲軍と共に、第5装甲軍は、アルデンヌで反撃を行うこととなった。12月、アルデンヌでの反撃作戦に、両軍は、参加、第5装甲軍は、バストーニュ周辺、セル、ディナンでの戦いで、大きな損害を負った。作戦終了後、 国境へ撤退しつつ、激戦を交わした。1945年3月、ライン側にかかるレマー原鉄橋において、アメリカ軍が築いた共闘法を排除するべく激戦を交わした。その後、第五総攻軍は、ルール地方で、連合軍に包囲され、4月17日、降伏した。ありがとうございます。